はい、ちゃんと理由がありますね。何ですか、理由は。1試合目です。やばいです。緊張がいいんやな。ゴーアイス。ヘロマシンガー。おはようございます。ついに試合の当日を迎えまして、はい、はい、まあなんとなく察していてると思います。今我々がちょっとなそわそわしてるので、はい、ちゃんと理由がありまして、はい、何ですか理由は。なんと我々1試合目です。やばいです、やばいです。1試合目でございます。急いでアップをねしないといけないんですけども、はい、今日の試合なんで頑張っていきたいと思うんですけども、まあ、まずはちょっと監督のね言葉も聞きましょうよ、はい、監督、はい、お願いいたします。頑張るぞ。あんたが頑張るんじゃないんだから。でも本当今日多分昨日しっかり休んで準備できたと思うので、はい、今日はしっかり頑張ってください。はい、はいはい、行きましょうか。早速練習にまずは行きましょう。行きましょう、はい、お願いします。一つ言えることは、うん、コンディションはバッチリです。おーっしゃ。いや、どうでした。大丈夫です。カツオも食べたんで。カツオも食べましたね、はい、勝ちます。コンディションはバッチリです。ありがとうございます。あれですか、うん、ここに来る時もね、はい、もうアゲアゲの曲を聴いてね、うん、まあでもコンディションはそうですね、バッチリです。バッチリなのかい。ありがとうございます。どこ行きましょうか。行きます。はい、行こう。ロコトね、はい。ああ、おめでとうございます。CM なんてあんまり経験したことないんですよ。P と同時に始まるから、結構慌ただしい感じになりそうですね。大体3試合前ぐらいから気持ち作るとかってあるじゃないですか。それがないわけです。もう開会式からもうガンガンにしないといけないから。はい、よいしょ。なんかいつもと違う感覚で気持ちで防具をつけておりますね。ただこれもまたいつもと違います。まっしぐらのロケ史上最もよく眠れました。どう。だって寝る時間も早かったし。いやいやいや、でもなんか2人とも朝からすっごい元気で、元気です。元気でなんかもう調子めっちゃ完璧ですって言ってて、はい、で翔平君は車一緒だったんですけど、ちょっと集中しますわって言ってイヤホンこうやってやってて、おすごいと思う。ちょっと楽しみです。Yeah!
員の生徒さん、正面の方に集合してください。以上です。テンション上がってます。テンション上がってます。正直先方がすごい大事になってくるというか、先方が結構強くて
歌唱の方がすごい動いてるっていうか、なんか、先方が大事だな。そうじゃ、先方が大事だな。浩平くんとは合うのかなと思いながら、分かんないんですけど、分かんないかな。なんかでも、昨日のアップで見てるよりも、なんか3倍ぐらいスピードが速く見えました、相手の。なんとなく、頑張るそうで、よしよし、みんなで、みんなで、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫、これが、普通が頑張れるか、一番頑張る、本当ですか？頑張る、昨日より大きいくらいです、頑張る。1試合目やから早めに行きますって、はい、注目されてるから、はい、何人にも言われてる、マシクラチームマジっすか、1試合目緊張するな、1試合目いいな、舞台は整ってるな、目立つね、今いい、すごいいい感じに出来上がってるんだよ、なんかもうちょっとなんか反則やがったって全くないんですよ、ね。翔平くん、エンジンの中、はい、こう食べる、ね、いやもうすごい動きやすいですね、今からが、はい、セッティングはもうバッチリでございます、なんか緊張とか勝たなきゃっていう気持ちというか、もうなんか楽しみでしょうがないですね、今僕は、うん、もうやばい、何かが起きる、念のためもう一回確認で、こうやってパナソニックも剣道マスキラも多いから目立つし、やっぱりこういう時こそ所作とか礼法とか改めてもう一回意識すること、な、防具を適当に置いてたり、礼もダラダラして損なんじゃないようにピシッとするようにな、目立つからなっていうのと、あと昨日も言ったようにみんなで一つになって優勝を目指してやっていきましょう、はい、以上です、じゃあ係監督から一言いただきます、優勝するぞはい、以上です、皆さん、なんか頑張れるな、ここで途中ではございますが、コメントの方を読みたいと思います、さあ今回もガシガシいってみましょう、早く試合見せろ、まあそうなりますよね、作戦会議してるところとかもまあね、せっかく撮ってるしトークの部分もためになるかなって思って作りました、相手も決まって高まってきた、枠立ってきた、両者のペースで動画上げてください、まあもう絶対週1には配信できるように頑張ります、まあ今ストックゼロですけど、コメントなんて気にしないで自分たちの道を迷って探していってほしいぜ、剣道なんて保守の最もたるものなんだからさ、その中 YouTube なんて今までじゃ考えられないぞ、確かにね、まあ皆様のねお声もちゃんとこう読んだ上でいろいろまあ僕らができる剣道普及をやっていきたいと思います、パラで出れば優勝も狙えただろうに、山田さんよくマシグラチームで出てくれましたね、いくら払ったんですか、これこれこれ金じゃない、こういうのはこれ、こんなこと言わんでくれ、もちろんね大変なプレッシャーになってますよ、山田さんもだって前2人がさ勝てるかどうかわからないわけですよ、山田さんを絶対求められてるわけですから、本当にそれは感謝感激です、大会当日見てました、マシグラに化け物がいると思ったらパナの方だったんですね、道理で化け物なわけだ、これ確かに山田さん化け物だけど、その両サイドにいるのは小物だ、これ誰が小物じゃこれ、では続きをどうぞ、ただいまから第62回西日本勤労者剣道大会の開会式を行います、優勝旗返還、第58回大会優勝徳島県警 A チーム、以上で開会式を終わります、起動現役
何時からですか。もう50分。いいね、緊張がいいやな。もう、なんですかね、なんか真っ白ですね。だから、なんだろうな、言葉にするとなると、もうやるしかないから、なんか余計なこと考えると、いろんなこと考えちゃうじゃないですか。だから今、真っ白でとにかく、やってやろうっていう感じですかね。無心っていうか、無心、あとはもう自分、あ、もう吹っ飛ばしてるみたいな感じ。じゃあ昨日お部屋で話した一人ずつの役割をしっかり意識して、あとはまあもう楽しんでやることをやって頑張りましょう。よっしゃ、はい、チームでやりましょう。よっしゃ、チームで行くぞ。はい、せーの、ゾー